のよ。夜になると遠くの音が聞こえやすくなると思わない？夜は地面の温度が低いからなんだって。なんで地面の温度が低いと聞こえやすいかって？そんなの知らないわよ。私の主食はフルーツなのよ。可愛いでしょ。フルーツコウモリだからね。吸血コウモリと思ってる人が多いみたいだけど、アイドルがそんな不気味な種族のわけないでしょ。泡盛っていうのは沖縄のお酒のことよ。3年以上貯蔵したものはクースっていうの。カラカラっていう器で飲むんだって。旅行のパンフレットに載ってたわ。もう Wii につなげてセッションしてみた？音もいいし、すごい迫力でしょ。ま、テレビによるんだけどさ。まだの人は友達誘ってぜひ試してみてよ。え？もしかして Wii 持ってないの？まだ起きてるの？よっぽど暇なのね。昼寝のしすぎよ。何を期待してるのか知らないけど、これ以上起きてたって何にもいいことないわよ。この曲聴いて早く寝なさい。カラオケは空っぽのオーケストラの略なんだって。日本が発祥の文化なのよ。アメリカやロシアでもカラオケで通用するらしいわ。みんな歌が好きなのね。エアギターっていうのはギターの弾き真似のことよ。ギターの練習するのがめんどくさいから、私ももっぱらエアギターを愛用してるわ。そんな人多いんじゃないの？作曲機能で自慢の一曲ができたら、任天堂 Wi-Fi コネクションで番組まで応募してちょうだい。作曲コーナーの投稿で私に届くわ。この番組はあんたたちの頑張りで成り立ってるわけよ。もう歌うコーナーに行った？新しく副業始めたのよ。なんと私が親切にうまく歌える方法を教えてあげる機能付きなの。あんたたちこれでモテモテよ。昨日街歩いてたらスカウトされたのよ。いよいよ私もデビューって思ったら、お化け屋敷のお化け役だって。ノーメイクで大丈夫だなんて言われたのよ。まったくバカにしてるわ。曲を検索するときに鼻歌検索を使ってみるのも面白いわよ。マイクに向かって歌えばあら不思議、お目当ての曲が登場するわ。ま、音痴じゃ話にならないけどね。沖縄の音楽といえば三線よね。弦が三本だから三線よ。錦蛇の皮を使ってるんだって。コウモリの皮は使わないわよ。水牛の角なんかでできたチミを人差し指にはめて弾くのよ。任天堂 Wi-Fi コネクションって知ってる？簡単、安心、無料でゲームが楽しめる Wii と任天堂 DS のインターネットサービスのことよ。Wi-Fi につなげればもっとバンブラが楽しくなるわよ。お便りを紹介するわ。バーバラさんはモテるためにどんな努力をしてますか？だって。私はいつもこんなムーディーなサウンドを用意してるわよ。これでイチコロのはずよ。じゃ、次のお便り。バーバラさんの苦手なものって何ですかって。どうせ十字架とかニンニクとかって思ってんでしょ。そんなもの怖くないわよ。私は吸血鬼じゃないんだから。モーツァルトは3歳の頃からピアノを弾き始めたらしいわ。やっぱり天才は違うわね。私だって3歳の時から金勘定してたわよ。でもお金貯める才能はないみたいだわ。知ってた？ライブハウスって和製英語なんだって。チラシとかポスターとかで使いまくってたわ。え？クラブ・ウィズ・ライブ・ミュージックっていうのが正しいの？そんなの聞いたことないわよ。コンピューターが使えるとなんか賢そうでしょ？だから拾ってきちゃった。壊れてるけどね。 CD くらいなら再生できるわ。でもこんな音しか出ないのよ。パイプオルガンは楽器の女王様って呼ばれているの。まるで私みたいね。何百何千ものパイプに風を送って合奏させる大きな楽器なのよ。ちなみに楽器の王様はピアノなんだって。歌うコーナーの歌声タイプ診断もうやってみた？あんたは顔からすると演歌タイプかムード歌謡タイプね。あんたにお似合いの曲をかけてあげるわ。アリババと40人の盗賊のお話の中で
洞窟の扉を開ける呪文が開けごまなんだけど、なんでごまなのか知ってる？扉が開く様がごまの種が飛び出すのに似てるからなんだって。アラビアンナイトってお話知ってる？千夜一夜物語とも言うわ。千一夜にわたってシェヘラザードっていうお姫様が語った200近くの物語集のことよ。どう？私って物知りでしょ？バロック音楽っていうのは17世紀から18世紀くらいのヨーロッパの音楽のことなのよ。オペラの原型になったとも言われているわ。どう？ちょっとは教養があるところも見せとかないとね。これから流れる曲はうちのライブハウスの売れっ子アーティストの演奏よ。なかなかいいでしょ？あんたも早く演奏コーナーでこのくらい弾けるようになってほしいもんだわ。沖縄は昔琉球王国っていう王国だったのよ。王国って憧れるわ。私が女王様でみんな私の前にひれ伏すのよ。え？お前なんかすぐ追放だって？失礼ね。オーケストラの演奏を取りまとめる人のことをコンサートマスターって言うんだって。女性はコンサートミストレスっていうらしいわ。いろいろあるのね。私はこう見えてもコウモリなのよ。コウモリは超音波で喋るの。人間の耳に聞こえないくらい高い音なのよ。これで悪口も言い放題ってわけ。もしかして幽霊とか UFO とかって信じてんの？子供は夢があるわね。あら、あんたの後ろに誰か立ってるわよって。そんなわけないでしょ、バカね。五線譜は読めない、音符は苦手っていうあんたたちでも簡単に曲が作れる機会を仕入れたわよ。歌うだけで楽譜ができる鼻歌作曲に、気ままに鍵盤を叩けば楽譜ができる鍵盤作曲よ。この店を始めた理由は別に音楽や楽器が好きだったわけじゃないわよ。ここ空き家だったのよ。ま、簡単に言えば勝手に住み着いてるんだけどね。家賃はタダだし最高よ。バロック音楽でよく使われるチェンバロっていう楽器の名前はドイツ語なのよ。英語ではハープシコードっていうの。どっちも知らないって？教えがいがないわね。任天堂 Wi-Fi コネクションでもう新しい楽譜をダウンロードした？私の好みで選んだ曲が揃ってるのよ。お家でできなくても DS ステーションがあるお店でダウンロードできるわよ。静かな方が落ち着くと思ってるでしょ？でも実は人間って全く音がない世界だと落ち着かないらしいわよ。わがままね。こんな癒し系の音楽がかかってるくらいでちょうどいいらしいわ。オーケストラの指揮者っていいわね。タクト一つでしもべたちが操れるのよ。え？あれ魔法の杖じゃないの？じゃあなんでみんな言うこと聞いてくれんの？この間夜に出歩いてたらナンパされちゃってさ。やっぱ暗くても私の魅力がわかるのねって思ってたら職務質問だったわよ。まったく失礼しちゃうわね。一台のピアノを二人で弾くことを連弾って言うのよ。仲良く二人でいいわね。いつか私もラブラブで連弾してみたいものだわ。ピアノ全然弾けないけどさ。沖縄音楽はドレミファソラシドのレとラを抜くのが特徴なの。試しにフリー演奏のピアノ演奏でドレミファソラシドのレとラを抜いて弾いてみて。どう？沖縄っぽいでしょ？ゲーム好きな人にはこのピコピコ音がたまらないらしいわ。世の中いろんな人がいるわよね。ま、そんな私もお金の音には敏感だけどね。羽がないけど私は一応コウモリなの。なんで羽がないかは内緒よ。どっちにしろ体重が重いから飛べないだろうって。レディに対して失礼ね。
私コウモリなんだけど、ご覧の通り羽がないのよね。だから魔法の絨毯が欲しいの。どこへでも行けるし、なんてったって高値で売れるしね。うちのライブハウスでは出演バンド募集中よ。出演料はもったいないから出せないけどさ、長い間募集してるのに全然応募がないのよ。なんでかしら。世間じゃおじさまたちがピアノ教室にいそいそと通ってるって言うんだけど、モテるとでも思ってるのかしら。まあちょっとはかっこいいけどさ。おしゃれなバーに入る勇気のないあんたに、その気になれるような曲をかけてあげるわ。横に美男美女が座ってるシーンでも想像してみたら。虚しいって？そりゃそうよね。ピアノっていう言葉はもともと弱い音って意味なの。ピアノの本名はクラビチェンバロコルピアノエフォルテという長い名前だったのよ。省略したくなる気持ちがわかるわ。古き良き時代を懐かしむ気持ちって大事よね。昔は良かったわ。携帯電話どころか電気もなかったけどね。え、何歳なのかって？レディーに年聞くもんじゃないわよ。みんなで合奏ではボーカル参加もできるのよ。メロディーのパートを選んだら演奏するのか歌うのかが選べるの。歌うコーナーのトレーニングで特訓して参加してちょうだい。沖縄の方言のことをウチナーグチって言うらしいわ。標準語のことはヤマト口って言うんだって。じゃあ差し詰めコウモリの方言は超音波ってことかしら。ジャズっぽい音楽のことをジャジーって言うけれど、2-5 のコード進行やリハーモナイズ、4ビートのリズムといったジャズの特徴でアレンジするとジャジーになるそうよ。わけわかんないわ。これ聞きながら受験勉強してる人なんているのかしら。ご苦労様ね。でも勉強しておいて損はないわよ。今は分からなくても大人になったら分かるわよ。私もたまには真面目なこと言うでしょ。私の首元の毛は襟巻きじゃなくて毛なのよ。毛生えてるのよ。だから夏は暑いのよね。あら、でももしかしてこれって無駄毛なのかしら。よく考えると恥ずかしいわ。もうすっかり夏ね。夏といえば海。そうそう、知ってる？水中の方が空気より音が早く伝わるのよ。だから水の中では8ビートは16ビートにって、そんな意味じゃないわよ。ゲーム&ウォッチって知ってる？この任天堂 DS のご先祖様にあたるのよ。科学の発展ってすごいわね。私の美貌もこんなにくっきり表示できるようになったんだから。暑いわね。私暑いの苦手なのよ。ライブハウスが儲かってりゃこんなことしてないで、今頃南の島でバカンスしてるわよ。ま、夜行性だからあんまり南の島の意味ないかもね。ピアノの音を聞いてたら学校の音楽の授業を思い出すわ。懐かしいわね。コウモリにもちゃんと学校はあるのよ。お化けにはないらしいけどね。アラブの大富豪のパーティーに行きたいわ。そうそう、カクテルパーティー効果って知ってる？ざわざわしてても興味のある会話なんかは聞き取ることができるんだって。私もお金の話ならどこでも聞き取れるわよ。なんで悪魔ってコウモリの羽なのかしら。色が黒いっていうだけでみんなコウモリを誤解してるわ。心は天使のように純粋なのよ。カラスだって同じように愚痴ってたわよ。無限合奏では DS の電波が届く限り何人ででも合奏できるわよ。オーケストラも夢じゃないわ。最高何人までできるのか私にもわからないのよ。ギネスにでも挑戦してちょうだい。今欲しいものはアラジンの魔法のランプね。願い事を一つだけ叶えてくれるの。でも一つじゃ足りないわ。まずお金でしょ。それから美貌に、でもって痩せたいし、それから他のゲームの仕事ないのかしら。マリオに代わる次の任天堂のマスコットキャラクターにしては待遇が悪いと思うんだけど、社長も見る目ないわね。歌うコーナーの歌声タイプ診断は実生活でも活用できるわよ。
ここ一番の時にどんな歌を歌えばいいか、私がバッチリ教えてあげるわ。おしゃれな大人の音楽といえばジャズよね。ジャズは西洋の音楽とアフリカの音楽が組み合わさって生まれた音楽なんだって。でも歴史は浅くて100年くらいなのよ。よく知ってるでしょ。大人だからね。ファミリーコンピュータは1983年7月15日に任天堂から発売された家庭用ゲーム機なの。当時は